小田急500系電車は、1966年から2001年まで、小田急電鉄に在籍した小座式モノレール車両である。川崎市多摩区の向こうが丘遊園へのアクセス交通機関として、それまで同区間で運行されていた豆電車に代わって1966年4月23日に開業した向こうが丘遊園モノレール線の専用車両として導入された車両で、 営業車両としては、日本初のロッキード式モノレール車両である。姫路市営モノレール廃止後は日本で唯一のロッキード式モノレールであったが、2000年2月に台車に亀裂が入ったため運行休止、2001年2月に廃車となった。向ヶ丘遊園駅から向ヶ丘遊園までを結ぶ区間には、1927年6月から第二次世界大戦中までは、 豆汽車と呼ばれるガソリン機関車が牽引する客車が1950年3月25日からは蓄電池機関車が客車を牽引する豆電車が運行されていたが、これらはいずれも遊戯物としての扱いであり、線路時期は遊園用地の一部として扱われていた。しかし、日経両用水を挟んで並行する県道のバイパス工事に伴い、豆電車は廃止されることになり、 これに代わる輸送手段を必要としていた。しかし、遊戯物類似で、採算性も悪いという理由により、建設費が安いことを重点に検討していた。一方、日本ロッキードモノレールでは、川崎航空機工業岐阜製作所内に試験線路を設置して、ロッキード式モノレールの各種試験を行っていた。この試験に使用した車両を譲り受けることで、安い費用で導入できるため、 この試験車を購入して運行することになった。こうして、世界で初のロッキード式モノレール実用化路線となったモノレール線の車両として登場したのが本形式500系である。前述の経緯により、本形式に関する小田急電鉄の公式の落成時期と実際の落成時期は異なっている。小田急の公式記録では、百六十六年日本。 ロッキード製とされているが、実際には、岐阜県今場郡ソ原町の川崎航空機工業、岐阜工場において、鉄機場と鉄車輪を用いるロッキード式モノレールの試作車として1962年に申請されたものである。なお、車内に設置されている製造名板には、川崎航空機昭和40年と表記され、車外に設置されている製造名板には、 昭和40年、日本ロッキードモノレールと表記されていた。この車両は試験車として使われていた当時、標準、I 型と呼ばれていた観光路線向けのもので、設計にあたっては、インダストリアルデザイナーの協力も得た斬新なデザインとなっている。構え体は、アルミ合金製で、構え太陽部を 3000KSE 車及び 3100K 安設車と同色のオレンジバーミリオンとし、 創価に白帯を塗装した他は、無塗装仕上げとされた。航空機の技術を用いることで軽量化が図られている。客用扉は外吊り式の型回避を山側に2カ所、海側に1カ所、1両あたり計3カ所を設置したが、モノレール線においては、駅プラットフォームの向きが山側で統一されていたことから、通常の客扱いは山側の客用扉において行い、 海側の客用扉は非常扉として扱われた。この変則的なレイアウトは本来川崎航空機での試作段階では各側面に1扉ずつ設置であったものを営業運転への転用にあたってに扉化が求められたことによるものである。この改造は貫通路の追加設置とともに川崎航空機岐阜工場からの出荷の段階で実施済みであった。 車内は座席向きを一方向に統一した固定クロスシート仕様で車内送風装置にはファンデリアを採用し冷房装置は設置されていない。運転台制御装置はウェスティングハウスエレクトリック車製の座下マイナス 98B 電空間無軸式抵抗制御装置を採用し各社に一機ずつ搭載する。同制御装置は主電動機二機を一群として永久直列制御を行い。 自家並列切り替え及び弱め返事制御は行わない。制御段数は直列8段である。主電動機は三菱電機製のメガバイトマイナス 3153B 直巻電動機を1両あたり4機搭載する。定格出力は7 5ットで、駆動方式は直角、カルダン駆動、歯車比は5.125である。台車は 川崎車両製の川車623と称するロッキード式に対応した空気バネ台車を装着する。枕バネ部分は特殊な揺れ枕と喧嘩装置を用いる独特の設計が採用されている。固定軸間距離は 2030mm で車輪径は 610mm である。制動装置は日本エアーブレーキ製の電磁直通ブレーキを採用した。常用制度 非常制度とも空気制度のみで発電制度は装備しない。基礎制度装置は各駆動軸にドラムブレーキを採用したほか、非常用のレールブレーキと留置用のバネブレーキを装備した。仮想防止のための保安装置として時速 10km と時速 40km の2つの速度高度を有した上で、駅構内では時速 10km、それ以外の区間では 時速 40km を超えると非常制度が動作する仕組みの自動列車停止装置を採用したほか、列車無線を装備した。二両とも基本的にほぼ同仕様であり、初期には片側にしか運転台がない、いわば炭鉱での試験走行もしていた。初期につまめんに貫通路がなかったのはそのため、本形式は川崎航空機岐阜工場での小田急仕様への改修後、 まずでハ5 0 2が1965年11月27日に国鉄鉱山線ソ原駅から新鶴見、総車場経由で上戸駅まで輸送され、そこから先はトレーラーにて輸送された。続いてで波5 0 1が同年末に輸送され、翌年春の同線開業に備えた。竣工は1966年1月20日付である。 1966年4月のモノレール線、開業以降、本形式は道路線に在籍する唯一の車両として運用された。その後、比例棒かつ固定窓で通風が不十分であったことから一部の側窓が開閉可能とされ、また屋根県部に設けられていた明かり取り窓が廃止されるなどの改造工事が実施されている。また、1970年12月には、 当時の運輸省が定めていた鉄道車両の防火基準である AA 基準に対応させるために不燃化工事が行われた。1980年代には向川岡遊園において開催されたイベントに関連して本形式の前面にウルトラマンのお面を装着し運用されたことが特筆される。1994年時点でも車両としては 安定した状態であったが、2000年2月の定期点検に際して、本形式の台車部分に致命的な損傷が生じていることが発覚し、急遽運行が休止された。モノレールの方式が当時日本唯一となっていた、ロッキード式であったため、設備全体も老朽化が進み、回収には莫大な費用がかかることと、輸送先である向ヶ丘遊園の利用者も、 減少傾向であったこと、そしてその向こうが丘遊園までのアクセスには、路線バスも運行されており代替輸送も問題ない、ことから、同年11月9日に、小田急電鉄は、モノレールの改修を断念し、モノレール線廃止と同日の2001年2月1日付で、本形式は、廃車となった。小田急では2001年3月24日25日の、両日に、 500系サよなら見学会を向こうが丘遊園モニ2駅に置いて開催、その後本形式は解体された。本形式の廃車により、日本からロッキード式モノレールの営業車両は消滅した。その後、向こうが丘遊園も2002年3月31日をもって閉園となった。ありがとうございます。